皆さんこんにちは。今日は特定技能外食業の試験をしてみましょう。試験問題を読んで、質問の選択の中から答えを一つ選んで、列紙のマークシートに答えとなる番号のところを塗りつぶしなさい。問題8、HACCP を実践するためには何が大切ですか？正しいものを一つ選びなさい。1、輸入された食材をなるべく使用しないで、国産の食材を多く使うことです。2. 作業工程の中で、食品の安全性を損なう可能性のあるポイントを見つけ、管理することです。3. 良いサービスを心がけ、顧客満足を追求し、リピーターとなるお客様の数を増やすことです。では答えるはどれですか？考えてください。ではこちらは問題を終わります。皆さん次の問題を見てください。